富樫の山本スポーツです。今日はですね、グローブの紹介をいくつかしていきたいと思います。オーダーグローブをちょっと今検討してるとか、野球好きにはもしくはグローブ好きにはたまらない、ちょっとね、楽しい動画になると思いますので、最後までどうぞご覧ください。それでは早速なんですけど、まずこちらのグローブですね。はい、ミズノプロのオーダーになります。こちらはですね、今年の4月から5月の上旬に行いましたヤマスポのですね、野球界のコロナムードを吹き飛ばす、超豪華プレゼントキャンペーンをした際の当選の方のグローブです。はい、こちらはですね、インスタの方のデザインコンテストより当選された方のグローブになります。はい、こちらはですね、ミズノプロのオプションオーダーになってます。はい、原型は投手マイケンモデルになります。で、ウェブはですね、まあ、このような形で S 選手のモデルですよね。はい、まあ、メジャーに行ったマイケンと日本のエースの、まあ、合体というのか融合されたグローブになります。はい、オプションオーダーになりますのでね、こちら、まあ、ウェーブの方のツートンカラーで、あと背面部分のツートンカラーと、で、あと細かいところなんですけどね、玉はみの部分で、色がですね、このような形で2箇所配色が分かれてます。これもオプションオーダーの特徴にもなりますよね。全体的には前田モデルを5ミリ短くしている形になります。まあ、この方のデザインはね、なんていうんですか、まあ、インスタでもいいねの数が、まあ、めちゃくちゃ多かったっていうのが一つで、あとデザイン的にもですね、なんて言うんでしょうね、なかなかこう、あまり僕の発想でもあまりこう感じられないようなデザインになってましたので、まあ、そこをですね、見て今回当選という形になりました。はい、これこちらですね、ようやく入荷しましたのでね、これで、当選の方に発送をしていきたいと思います。はい、まず一つ目はミズノプロのオプションオーダーのね、投手用のモデルのご紹介です。はい、それでは2つ目ですね。はい、こちら、これも同じくですね、ミズノプロのオプションオーダーのグローブです。はい、こちらはですね、同じ野球界コロナムードを吹き飛ばすヤマスポの豪華プレゼント企画の当選された方のグローブになります。こちらはですね、ツイッターの方で、行いましたプレゼント企画になりましたね。山本スポーツのツイッターをフォロー、あと指定のツイートをリツイートされた方から抽選で当たった方のグローブです。はい、こちらはですね、外野手用で、原型は、はい、シルバーラベルになってますのでね、イチローモデルになります。これはオプションオーダーになってますので、捕球面は黒で、背面の部分が、まあ、オプションオーダーの特徴である、まあ、カラーがちょっとね、特殊なものになりまして、シャンパンブルーっていう色になります。オプションオーダーのね、特徴の、まあ、ここの背面部分のカラーが変われる、変更ができる部分に関しては、まあ、ちょっと皮がね、こう、
わかりますかね。ちょっと光沢があるんですよね。まあ、なので、まあ、補給面には、まあ、使用されずに、まあ、背面側の配色の方で使われる革になります。このシャンパンブルーも、ものすごく深みのある色ですよね。深みのある色で。一つちょっとこちらね、はい。これドナイヤのブルーです。こうね、ちょっと見比べてみてもわかりますかね。色目がものすごくこう深みのあるブルーっていう感じですよね。まあ、ほんとロイヤルブルーに近いような感じの青になります。はい。まあ、あとはですね、まあ、イチローモデルをズバリにしたウェーブ。ね、まあ、ここに一つね、マークが入ってます。イチローモデルになりますのでね、ここの水のプロの刺繍も、通常はゴールドですけど、シルバーになっていきます。はい。ね、同じようにラベルの方も、はい。こんな感じでね、シルバーですよね。はい。このままね、発送していきたいと思いますのでね。はい。到着までね、もうしばらくお待ちください。はい。では、続いてですね、こちら。はい。ドナイヤの2020の限定モデルのグローブになります。こちらはですね、まあ、毎年この時期、山田選手がオールスターに選出されて、その祭典で使われるだろうという配色、同じ配色のグローブになります。はい。まあ、この限定品の特徴としては、はい。この部分ですね。ラベルはですね、このように直接刺繍になってます。で、縁付きになってますよね。はい。これもね、ドナイヤのオーダーで、たまに問い合わせがあるんですけど、これ直接刺繍ってドナイヤできますかっていうことを聞かれるんですけど、これ残念ながらですね、オーダーでもできないんですよ。なので、ここの、ラベルの直接刺繍っていうのは、まあ年1回のこの限定品の本当、目玉というのが特徴にもなりますね。原型は、ヤマダモデルと同じ、サイズ7の形で、上も同じ、I の3番の形になります。毎年ね、配色、カラーリングが違いますので、今年は、パープルなんですよね。はい。パープルを主に背面の部分に、まあ今もこれでね、オーダーの方ではなくなってしまったゴールドを使われております。で、ヘリ側がピンク色、ステッチの方も、よいしょ。はい。ピンクになってます。紐はですね、本体と同じパープルになってますので、はい。これもね、毎年出てくる、数少ない限定品になりますので、お店の方でもね、今、店頭の方を販売しております。で、あと、通販の方でも販売しますので、数がね、ものすごく限られておりますので、お求めの方はお早めにしてください。本体価格は、こちらがですね、3万円の消費税になりますので、ちょっとコレクターの方には、おすすめなグローブの一つかなと思います。はい。以上で、グローブを今日は3つご紹介しました。これからもね、ちょっと定期的にも、いろんなグローブをご紹介していきたいなと思いますので、ぜひぜひ、ヤマスポの YouTube、こちらのチャンネルの登録、で、あと、よかったら、いいねボタンも、ぜひ、
よろしくお願いします。それではまた。